おはようございます。おはようございます。気温どんぐらいなんだろうね。40度ぐらい上がる、行くんじゃないですか。行かないでしょ。行かないですかね。行くなのに、はい、ジーパン、ジーパンです。これで残れ、また残れ、勝負残れ、おい、左ナイスディフェンス。いいね。どこへ行ったよ。あ、これはまずい。インターセプトされたらダメだね、これ。あ、ポスト。でもこれキーパー良かったんじゃないですか。ちゃんとコースもしっかり締めてて。危なかったですね。あ、皆さん、僕入りましたよ。注目してみてください。こっからですね、底辺で、ツータッチで簡単に叩く、ね、自陣でリスクをかけない、シンプルにツータッチ叩いていく。そうすればね、相手もなかなかね、取りづらいんですよね。ここは前からプレッシャーかけたいですね。ここはね、プレッシャーかけて、ただここ、これ、サイドからサイドへ飛ばされたらダメですね。もうちょっと絞らないと、前にいる人はもっと絞らないとダメですね。ここでキープね。で、まず取られないことですね。ここは味方、走ってくる味方に出せれば一番いいんですけど、出せない場合はまず取られないこと。はい、ここもピボ入りました。中入ってここで打ちたかったが、ずらしてダメで、ずらしてとディフェンスがそこで頑張ってなかなか打たせてくれません。これはちょっとノーコメントです。はい、次行ってみましょう。これちょっと合わなかったね。今スルーパースは合わなかったね。今ボール引っかかりましたね。ちょっとね、引っ張ってしまうんですよね。
お、繋がった。今ね、この、危ない、危なかったね、今このセットに、カリスマ美容師2人、あ、やばい、これは、あ、入っちゃった、入っちゃった。このセットにはね、カリスマ美容師2人、初対面の人1人と、まあ、ファイルフォックス時代、そして F リーグもそうですけど、日本代表で一緒に戦ってきた稲葉幸太郎もいます。この今、稲葉幸太郎、これ外しちゃいましたね。ちなみに稲葉幸太郎なんですが、ワールドカップ日本人得点王になっています。ごめん、ドリブルが得意とする選手ですね。ここまたセット変わりました。危ね、うまかったね、今股の下狙いましたね、パスを。ちょっとカオルフレンズ疲れてんのか。この日気温が36度近くありましたからね。ちょっと疲れてますね、足止まってますね。今パス通された、また通された。ちょっとまずいね。あ、来た、さあ中入った、ワンツー、打てない、振り向いた、あー、キーパー出てきました。今負けてますからね、1-0 で。ちょっとそろそろね、シュートをたくさん打っていかないと。おお、ナイスパス。僕はですね、稲田祐介、稲さんって呼んでるんですけど、稲さんと一緒にプレーしたことないんですが、今回初めてなんじゃないかな。でもお互いはどこにいるか、どこで欲しいか分かってましたね。ここで振り向きますよね、やっぱり皆さんは。現役時代、今の振り向きでたくさん点取ってきたんですよね。やばい、もう全然戻ってきてない、戻ってきてない。ああ、全然走れません、走れてません、ごめんなさい。ちょっと悔しいね、今の。今、はい、いや、今キーパー水飲んでたじゃん。なんで後ろに流したの。今水飲んでたじゃん。これ選手からなんていうのかな。なんでか消えてない。なんていうのかな。消えてない。やばい、バレてきて。
空港に入った。また空港に入った。もう振り抜いた。今ね、実はこの時ね、ディフェンスがすごい押してきて、これ下手すりゃ回るんじゃねえかなって思って回ったところ、お見事に回れたので、まあ、とりあえず1点返せました。荻窪のインゴールがなきゃ1点差なんですけどね。カウンター、あー、ここで打たなきゃダメでしたね。ちょっとキーパーが近かったので今ちょっとキーパーに止められてしまったんですけど、来た。うわー、惜しい。押し込んでるんですけど、なかなか入りません。いや、結構打ってますよね。結構打ってるんだけどね、キーパーが上手いのか当たってるのかなかなか入ってくれないですね。あ、来た。これね、この日3目ね、結構狙ってましたよ。来た。これもなんか、まだある。いや、この短時間でシュート何本打ったか。来た。ああ、入った。ナイスシュートですね。これで3対2、荻窪選手のオンゴールがなきゃ同点ってことでしたね。これで前半、3対2という結果で、カオルフレンズが1点のビハインドです。